支援したときに、まずその被災地の次世代の、子どもたちに何ができるかということが一番ありまして、再生可能エネルギーというやはりそのライフラインと言われている中で、電気の大切さというのは、感じたと思うので、そこをやっぱり、なんとかサポートできないかなということで、太陽光発電設備を被災地の小中学校につけて、非常時の時にはそういうコミュニティセンター的な役割で、そこの電気がそこに、避難場所としてもあるようにということで、まず取り組みをしているということで、そういう意味でいくと、長くなりましたけども、次世代育成というところに、その被災地の復興支援というところが、私どものサポートの特徴だと思います。ありがとうございます。災害時に停電が起こっても、学校では電気が使えるということを聞いて、大変安心しています。まだまだ以前のような生活に戻れず不自由な思いをしている人もいます。しかし各方面からの支援や励ましの言葉をいただき、法人の絆の強さを知ることができました。私たちは心を支えられていることに感謝の気持ちを忘れずに、これからの地元の復興のために力を尽くせる人になれるよう勉学に励んでいきたいと思います。Thank you.